なんか不具合があったら言ってください。え、コントローラーの電池ない？そんなバカな。よし。まだやったことないですか、ソーラさん。頑張るよ。神さんか、ありがとう。バイオの画面が揺れてる。ちょっとね、気のせいです、揺れてるのは。あのね、気のせいです。カプコン。見たいけど、見れる。怖え。これは怖え。ラストエスケープ。バイオハザードでしょ、これ。というわけで、今回からバイオハザード3をやっていきたいと思います。シリーズとしては1と2と5はクリアしてるんで、3は初見プレイとなるので、ネタバレコメントは皆さんご遠慮ください。これ一応録画しております。え、始まった？始まってねえよ。1と2と5、急だな。あのね、5、発売予が5だったので、1から興味持って1やって、2は生放送でやったんですよ。データがありません。だ、それはそうだ、初見プレイっつってんだろうがよ。データがありません。だから初見プレイっつってんだろう。ということで、オプション、わからないですね。じゃあ、ニューゲームでやっていきます。え、なになになに？ヘビーモード、ライトモード。え、なんですか、これは。重い感じ？軽い感じ？軽い気持ちで始めたから、軽い気持ちで始めたから、ライトモードで。バイオハザード。え、何？ 4 画面。ゲーム中では様々な場所でアイテムを入手できます。調べたいものの前で決定ボタンを押してみましょう。それはありきたりの9月だった。人々に立ち向かう勇気さえあれば。ラクーンシティですかね。アンブレラに逆らおうとする者はいない。それが破滅への選択なのに。アンブレラっていうのは悪いやつらですね。初見さんいらっしゃい。愚かさのツケを払うことになるだろう。許しを請うには全てが遅すぎる。これジルですね。ジルが一番好きです。運命が流れ始めた時、それをとどめることはできないだろう。ナッシング、ナッシング。最後の9月が過ぎ去ろうとしている。それを理解しているのは私だけど。あ、ジルが主人公なんだ、これ。あ、色込めもご遠慮願いたい。さあ、カプコン製のヘリ。お、もうバイオハザードが始まってるところから。結構ええよ、これ。お、やっぱり立ち向かう、あ、いるんだ。映画の5はね、ゲームのキャラ総出演的な感じらしいけど。ジルかわいいよね。夜トイレ行けなくなる。いや、そんなね、怖い実況じゃないと思うんだ。多分みんなが驚くのはね、ゲームよりも多分実況者の叫び声に驚くと。これは多分スターズっていうなんか特殊組織じゃない。あ、でもアンブレラのマークつけてるよ。アンブレラのマーク。やっぱどうしても荒れるよね。
色込めはやめてねーと。さあ始まった。ちょっと待って。うわー、うわ、まだこの走り方なの？まだこの走り方の感じなんですか？あのね、あのこの走り方の感じです。これ知ってます、知ってます。こうもうね、1と2をねやった経験者はかっこわらなんで、ゾンビは撃たないでこう投げ払っていった方が弾の節約になる。で、三角でメニューだよね。そうでしょ、そういうことなんでしょ。降りよう。いっぱい来た。あ、ゲームもうるさかったら言ってください。チルパワフルすぎるでしょ。あ、いたいたいた。あ、でもこのなんかちょっと荒い感じがプレイステーションっぽくていい。September 28th, daylight. Ho. The monsters have overtaken the city. Ho. Somehow, I'm still alive. ラクーンシティに取り残されちゃった。Okay, we've got to get out of here. そろそろここを出た方がいいわ。What do you think you're talking about?正気なのか。俺は通りで娘を失ったんだ。I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No, I'm not going anywhere. I'd rather starve. 死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にした方がマシだ。ほっといてくれ。俺は自分の部屋に帰るって。ああ、絶対死んだ、こいつ。絶対死んだ。絶対死んだ。で、多分彼が次扉開けるのはゾンビになってからだよね、きっと。お約束すぎるでしょ、それ。絶対死んだよ。絶対死んだって。ああ、彼を撃つことになるとはね。あ、でもいろいろ調べた方がいいんだよね。なんかいろいろ調べてくださいって書いてあるから。フォークリフト、周回用のフォークリフトだね。お、なんかいろいろありそうだよ。武器になりそう。あ、なんかほら、ここにボタンがある。警報器を鳴らした跡がある。いろいろ調べよう。丸ボタン連打でね。ほら、あった、救急スプレー。救急スプレー1個にすごい嬉しい。こんな感じでいいんだよね、丸ボタン連打で。不良品が区分けされている。特に何もない。絶対この最初のところでなんか重要なのがあるんだよ。バイオって大体そうじゃないですか。最初のところに結構なんか拾っといた方がいいものがあるよね。今の救急スプレーはそのかな。ないな、ない。よし、一周した。え、こういう感じでゆっくりやっていくので、ちょっともうクリアした方はちょっともどかしいかもしれませんが、初見プレイなので、まあ、気長な感じで見てもらえると嬉しいです。怖、超怖。音楽がないんだよね。なんか出てきそうっす。うわっ、カメラ変わんの怖えな。あ、ライトモードだとたまには困らない感じですね。ああ、なるほどね。あ、光ってるよ。倉庫の鍵を取りますか。はい、倉庫の鍵を取りに行った後、ここはあれ、休憩部屋。シリーズで、お決まりの休憩部屋ですね。え、マグナムとかあっけど。え、何これ。
これ。ライトモードだからってことこれ。え、ライトぬるゲーなの？なにこれ。マグナムって最後の方に手に入る。すげえ、ありがてえ。まあ、ライトモードなんで許してください。プレイマニュアル青、プレイマニュアル赤、リロードツール。わかんない。とりあえずいいや、最初の武器持っていこう。なんかあそこにある。あの赤い、これは違うのか。まあ、ここはシリーズこれの休憩部屋で、敵は出てこなくてセーブができる部屋だよね。ナイフはね、あんまり強くないんだよね。で、インクリボンを取ったらインクリボンでセーブするので、これでセーブしよう。固定カメラ怖いですね。敵来ない。うん、ここにいる限りは敵来ない。ここはシリーズ恒例のアンチ。赤いやつ取れた気がする。本当？本当だ。諦めないでよかった。ガンパウダー A を取りますか。イエス。おっと、ガンパウダー、あれまだ1個あった。1回で2回取ってほしいもんだけど。はい、ガンパウダー、これに砂を混ぜれば TNT 完成と。これまず使わないんだろうな。 A があるから B もあれば C もあるのかな。よいしょ、よし、やっていこう。倉庫の鍵っていうのはあの下の鍵か。ライトモード、インクリボン、無限なんだ。やっぱりヘビーモードはあれなんですね。なんかあるわけか。マニュアル読んだ方がいい。あ、はいはい、読んでいこう。マニュアルどうやって開くんですか。これか。マニュアル青使う。ゲームプレイに関する説明書、アクションやマップやイベントの操作方法が書かれている。プレイマニュアル青。攻撃オブジェクト、ドラム缶や爆弾などの設置物を武器で撃つと様々な効果を発揮します。ドラム缶も爆弾も様々な効果というか、両方爆発するんじゃないんですか。狙うときは R にボタンを押す。クイックターン、プレイヤーが180度急回転します。交代中にキャンセルボタンを押す。緊急脱出、敵の攻撃を受け行動不能な状態から状況から早く脱出できる場合がある。方向キーと決定、キャンセル、R1、R2 ボタンを激しく暴れろってことね。緊急回避、敵の攻撃を受ける瞬間にその攻撃をかわす場合がある。 R1、R2 ボタンを押す。こっちか。武器を構えた状態で決定ボタンを押す。あ、やってみないとわかんないな。これも丸でしょ。マップは三角で出る。ライブセレクション、2つの選択肢が表示される。イベントがある。選択肢があるんだ。あー、なるほどね。え、何？こんなにあんの？え、やだ、マジで本当に読むのはあんまり好きじゃない。小説とか嫌いなんですけど、字読むの好きじゃない。プレイマニュアル赤。リロードツールとガンパウダーの2つが必要。弾薬調合。へえ。あ、さっきのでよかったんだ。ガンパウダー ABC、3種類。C は A と B を組み合わせて作成。ABC のガンパウダーを数個組み合わせると、様々な弾薬のガンパウダーを。全部で13種類あると。A がハンドガン弾、B がショットガン、グレネード、あんたらかんたらと。グレネードの弾と、あ、グレネードの弾はいろいろできるんだよね。レベルの上昇。同じ種類の弾薬を作成していくと、その技能レベルが上昇し、うわ、スリーちょっと複雑になってんだね。なるほど。わからん。やっていこう。いわゆるゾンビパウダーってあれじゃないですか。久保太斗先生の漫画じゃないですか。懐かしいの出してくるね。どこ行けばいいんだろう。こっちだっけ？こっち？習うより慣れる。うん、そうだね。確かに。その通り。画面がプルプルしている。気のせいだね、それは確実に。こいつ絶対死んだろう。さっきの緑色の扉でしょ。あと延長枠じゃないんで、
延長枠じゃないです。なんで一枠ずつ取っていくんでよろしくお願いします。じゃあやっていこう。うわーどうしよう、もうだ絶対まず最初手の敵出てくんもんな。ここでとりあえず弾に困る心配はなさそうだね。操作難しい、操作はでも慣れた、一度になったから。うわうわーこれはまずい気がする、怖え。よし、何がよしか分かんねえけど、よし、怖っ。あー怖っ、なんで音楽ないのちょっとなんで音楽ないの。特に変わったところはない。わあ怖え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 、絶対動くよ。動いてない？動いくでしょあれ。あいつ絶対動き出すよ。え、なんかうーって聞こえる。いやいやいや、こっちに行こう、こっちに行こう。あの人赤髪でしたね。そういう冷静な冷静な分析はいらない。うわ、なんちょっと分かれ道ありすぎじゃね。何これ、え、分かれ道ありすぎしょ。開くな開くな開くな、うわー、なんかスキンヘッドのハゲがいっぱい来た。絶対あれゲーバーだ。あれあれはきついな。その先に武器があった。え、マジで武器があったら行くしかあんめえや。うう怖いよ怖いよ、何これ。ノクターン横丁みたいですけど怖いんですけど。ショットガン取って帰る。うわ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 、くんなくんなくんな血が出た、血が出たっていうことはですね、死んだふりじゃないです。こいつバイオの敵、血が出ないで倒れると死んだふりします。オイルライター、いや動くなよ。よし SG ゲッツ。飲料水のケースが並んでいる。飲料水は確かにこん、あいつ血が出てないっしょ。あ、血が出た血が出た。うわー、ちょっと待って、いいよね、もういいよね、もういいよね、もういいよね。ちょっと待って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 、一周ぐるっと回ってんのか、こういう風に。早っ早っ、ちょっと待って、早い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 、避けんのうまグリーンハーなんか近づいてきてなかった、近づいてきてたよね今。避けんのうまあーうっそ、この野郎。よし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 、あでも2の時よりは初めはスムーズにいってるね。ライフまだファインかな、まだファインですね。あとこれはハーブとハーブを組み合わせて調合したハーブ、強力になりますね。
ドラクエ8でいう薬草と薬草の特薬草みたいな。なんかビクビクしてるけど。怖い。避けるのうまい。いや、うまくはないです。どこだろう。左に何かあるみたいだ。扉か。まだ行かないようにしよう。なんかちょっとアイテム回収しないとね。こういうハーブとか、そこら辺の草食えないのかな。昔あれですね、香取慎吾がテレビでそこら辺の雑草にマヨネーズつけて食べてましたよね。うわ、いっぱいいるな。気づいてない、気づいてない。気づいてんな。なんか爆発しました今。多分ドラム缶を撃っちゃったと思うんだけど、なんか爆発しました。倒れて血が出たゾンビは完全に死んでるゾンビっていうことで、ここら辺は相手にしない方がいいんだろうな。なんかたまには困らないって言われたけど。あ、一周してきた。あー、それでこれか。それ教えたの私。いや、クミさんはバイオの師匠ですよ。ん？おお、びっくりした。危ない危ない危ない。あー、起きてきた起きてきた。怖い怖い怖い。じゃあここだっけ？よし。赤髪じゃない、血が赤かったんだよ。自転車でさ、ほら、これ自転車使えばいいんじゃないの？変わったところがないって。あ、でも自転車だったら銃撃てないか。なんか足だけ残ってるんだけど。弾どれくらい残ってんの？まだ 80% だって。よし。で、どこ行くんだっけ？戻ってきちゃった。あのさ、今多分ゾンビになってる頃じゃないの。あ、放送して10分くらい経ちますけど、画質とか音質とか乱れてないですかね？大丈夫？よいしょ。あ、こっち今あ、そうなんですか。バイオをやるの流行ってるの。大丈夫？はい、了解っす。じゃあこっち行こう。あれ、ここ行ったところだっけ。よし、こっち行く。 OK、 大丈夫。はい、了解。じゃあ次枠もすぐ行きたいと思います。よし、これ行こう。 1% は3発なんだ。そうなんだ、了解。マップをね、覚えるのが難しいよね。なんか怖くてマップ覚えてられないよ。あかん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 。この野郎。あ、でも確かにぬるゲーかもしんないね。ちょっともうちょっと緊張感が欲しいかもしんない。向こうからかかりかかってる。じゃあ残り1分。じゃあこの状態のまま次枠取りに行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。更新告知は、ここを見てね。ニコ生も始めました。コミュニティ参加お願いします。ご視聴ありがとうございました。